けど、ちょっとね、なんていうかな、構えちゃうっていうか、なんかそういうことがあるんですよね、よその人かなっていうのは、ちょっと、下町なんですけどね、もっと本当はこう、ね、なんか、でもまあ、実際、言うと、慣れちゃうといいんですけどね、うん、本当、いいですよ、本当、言いやすいから、ね、そこの看板がよく整えて、慣れちゃう。今日はあの、私のプロ野球第一歩スタートの、時のピッチングコーチだった、土橋正明さん、江戸っ子、浅草の、一番の、スターだった土橋さんの、実家に来てます。びっくりですよね。後々ちょっと、ご紹介いたします。ビールじゃなくて普通の一棟で2階屋の、もうプレハブじゃないですけど、まあまあ、あのモルタル住宅って感じで、主にこの1階が全部魚屋です。ああここはね、こっちも向こうも、角までそっちの角まで、はいはい、あれ結構広いところなんですね。そうですね。それで使用人も使ってましたからね。ああそりゃそうでしょう。昭和何年頃ですかね、魚屋さんを始めたの。魚屋はスタートは私の祖父が雷門でなんですよ。おで焼けてしまって、でここに来たんですけども、その時はまだどうでしょうかね、正幸なんかもまだ学生ですよね。もっと前か。そうそう、ね、もっと前ですね。戦争で焼けてしまってこっちだから、一旦千葉にあの幕張の方に疎開したみたいなので、な私の父と、かなり前の話ですね。戦前ですね。そうなります ね、だって疎開するんだったら、で結局帰ってきたはいいけど雷門がなくなっちゃったんで、ここを祖父が買ってここで、それからですね。それから始まった。はいはい。もうじゃあもうそうですね、70年以上は経ちますね。まあないですね。まあ一応江戸っ子は江戸っ子なんですよ、もう3代続いて100年経ってまして、3代続いた江戸っ子だね。結構強なので、あ生前は、江戸っ子言われるのが嫌だったんです。ああ嫌だって。そうですか。いやでもいいのにね、今思えば。いちいち言うなよ江戸っ子って。ああそうかそうか。いやなんか言いそうだな、あの人。でもまあずっとここでいて、結局そのロックにフランス座があるわけです。ああフランス座ロックの、そこで結局まあ草野球チームで、まあそこでやって軟式ですけどね。 あれもともとロック座のチームなんですよ、フランス座の。会長が野球大好きで、ああそこのちょっと藤倉さんですけど、ほうほう、その人が大好きで作ったチーム。まあ自分も魚屋をやりながら草野球チームにいたわけです。なるほど、それがスタートなんだ、ね、だって軟式でね、江戸っ子でねプロ野球入った選手ってはね、土橋さんしかいないんだよ。ファンの皆さんね、知らないでしょうけどね、それはすごい人なんだよ。で、まあ我々もそ子供心に野球した頃にね、まあそれはもちろんほぼ長嶋さんとかいたけど、やっぱりその当時は東映といえば、張本博、大杉でもピッチャー土橋さんね、キャッチャー田波さんとか、もう水原さんが監督だった時でしょ、あれ優勝したの。そうです。水原さんっていうのはね、またとんでもない スーパースターでね、皆さんそういう歴史を踏まえてきてますけど、まあ、その当時からね、土橋さんといえばね、まあ、中心の、まあ、球界でも大投手だったんですけど、でもまあごっつい体してるけど結構シャイな人だったよね、はいはい、ね、どっちか言ったらあんまり言葉うまくないんだよ、ね、江戸っ子なんだけどさ。そうですね、歯切れはいいんですけど、すごいシャイで照れやる。そう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 、分かるよ。なんかね、口より手の方が詐欺みたいな人だったからさ、ね、まあどうせこっちちょっとまあこっちが、もう話ちょっと半端で、はい、なりましたけど、はい、土橋さんといえばやっぱり当時のね、はい、もう大スターで、張本さんだ大杉さんだ白さんでもみんなもう、はいはい、兄貴でしたもんね、はい、土橋さんがもうね、そうですね。で張本さんが
兄貴兄貴って言って、うん、まあ弟分ですかね。あ、張本さんも浅草へよく遊びに来たみたいです。おお、そうですか。日卓の監督をやるときに、うん、ヘッドにヘッド兼選手として入ってくれという話ありました、ね。そんなんで随分2人でこういろいろ作戦あれしたりやったみたいですね。そうですね、あの、はい、張本さんがもう一目置いてた人なんで、はいはい、あのやっぱりこう なんていうかね、チームに僕も新人で入ってね、はいはい、昭和46年に入った時にやっぱり雰囲気がね、はい、そういう雰囲気でして、で僕あの伊藤スタジアムのキャンプっていうかね、はいはいはい、あ、ちょっとご紹介遅れました先に紹介もしないでいきなり話が始まっちゃったんだけど、ここはあの堂橋さんの、元まあなんていうんですかね、育った、まあそうですね、魚屋さんの跡地で、あのまあでも実家ですよね。実家兼昔魚屋だったという。はい。はい、でそこをもう代々ということは関係はどうなんですか。私は甥です。甥ということは甥、はい、になります。といって私の父親が正幸の兄ですから。うん、ああ、そうかそうかそうか。はい。そのだから息子さん。そうですね。叔父にあたり。はい。じゃあもうこの後をあの土橋さんがこの育った江戸っ子魚屋の土橋さんが育ったところがまだここにあるわけですよ、ちゃんとね。でここから、うん、長靴履いて、うん、駒沢球場まで自転車漕いで。あっけー、こっから。はい。すごいね。もう下半身の練習だという。なるほど。昔のピッチャーみんなね、選手は下半身が強かったから、こっからが相当あるよ浅草からね、駒沢でしょ。ありますね、駒沢です。駒沢はあるよ。だって皇居を越えていかなきゃいけない。チャリンコで通ったって言ってましたから、はい、いや、それは強いはずよ。まあ確かに腕力も強い人だったけど、そうですね、地型が強かったですよね。最後はまあ投げすぎたとかなんかブチって切れて、ええ、あの現役終わったと言いますけど、なんですか、もうあの技術論は通用しない人ですから、もうあの闘志、はい、闘志なくして勝ちはないって。いや僕ね、あの東映に入った時に、はい、キャンプ中途中でもうドラフト会でしょ、ええ、やっぱり土橋さんがね最初ね僕にね、あのいきなりお前途中から来てね、はい、このキャプレーゲンに途中から入って一人遅れてんだから、はい、あのすぐ肩作って、はい、あの振り回って投げろって言われてね、で最初に投げた相手が張本博大杉さんだったいきなりとんでもないあのクリーンナップの東映のクリーンナップのみたいな、そうもうビビり倒してストライクも入らなくてね、はいはいはい、で僕はまあ何を言いたかったかというと、まあ、ここの紹介もあれなんですけど、僕のスタートは東映ですから、はいはい、あ、そうですね。その時のピッチングコーチの土橋さんの、話を皆さんにまあ聞いてもらおうということで、ね、はいはい、まあ、今日は甥っ子さんで、それで、いろんな話を聞こうということで、まあ、ここちょこちょこ答えてもらってるんですけど、はい、で僕ね、それすみません、その東映に入った時にね、まあ、遅れてるんで、はい、とにかくまあ自分でまあ何とかしてその1軍に一発上げてくれたんですよ、開幕戦から。あれ土橋さんがうんと言わなきゃ上がらないですから、でその時ドラフト1位だのね、はいはい、2位だの、まあ、若手とかゴロゴロいてね、それでドラフトもかからん、なんか途中から入ってきたやつがね、オープン戦で何試合か投げさせてね、はい、投げさされてで、まあ、抑えたんですよちょこちょこ、はい、そしたらもう即一軍に上がって、だからドラフト外で開幕に一軍に上がったのは俺ぐらいしかいないんじゃないかと思うんだけどね。その時の一番引き上げてくれたのが土橋さんなんですよ。そうですか。そうだから、まあ、そっから先は僕はちょっといい、ね、いまいち調子が良くなくてね、それで夏頃までダメだったんですよ、はい、ここで行ったり来たりしてて、で夏のジュニアオールスターでね、欠員ができて、それでそこで代わりに生かされて、はい、まあ、その時も多分土橋さんが行けって言ったんでしょうからね、それでジュニアオールスターで3回投げて5三振でね、敢闘賞もらう、即もう土橋さんから連絡来て、はい、明日から1軍で来いって、そっから僕ね、プロ野球辞めるまで
2軍に落ちたことないんですよ、実は、はい、まあ、怪我で休んだことありますけど、だそのスタートの時からもう土橋さんとは俺すごく関わってるんですよ。そうですか、だからところがね、はい、僕はその後の南海ホークス行くわけ、で南海行って16勝したんで、はい、みんな野村がその育った野村監督がね、はい、でもそれはその確かにキャッチャーだからあるんですけど、いや実はそのジュニアオールスターから上がって1軍にいたあのね、7月8月9月、はい、これはもう地獄の練習でしたよ、土橋、はい、さんがもうグランド行ったらもう次っきりだったんですか僕に。そうですか、はい、まずねいきなり調子でね、はい、お前 のスケジュールがね、今日は今日はね、今日からずっとそうなんです、フリーバッティング40分だから、フリーバッティング40分ですよ、あんなくさついところ、ほいでヘロヘロになったら外野で待ってるんですよ、ボール持ってこうやって、ああ、つって、で、来たらそっからウサギ跳び100回ぐらいやるんですよ、ボール投げてね、今やっちゃダメなんですよ、ね、今やっちゃダメですよ、今もうパワハラになってる、そういうやつ。それでもうその時はクソと思いましたよ、ええ、内心は、ええ、しんどい思いして、でそれ終わると、おいポールからポールまでね、5回全力で走ってもらう、うん、それで終わると10メーターか20メーターぐらいを、はい、2、30本走らされるんですよ。その後まだなんですよ腹筋背筋300回とか500回とかやられるんですよ、はあ、多い日はね、ずっと見てるんですよ、もうね、鬼だったね、自分がそんなことやったことないんじゃないかな、やってないでしょ、あれ天才だから、やってない、いや天才かどうか分かんないですけど、天才までやらない、やってはいないと思います。ほんでね、いや何思ったか、やっぱ僕はひょろひょろしてたから、多分こいつ鍛えたらね、食べ物になるんじゃないかと、確かで言うんで、他のやつと違うやっぱり練習させられたんです。それがね、メニューが違うんですね、うん、で周期練習が終わって、周期練習の時にもう一回伊藤スタジアムでやる時には、僕は言われると、お前はもう絶対来年ローテーション入るから、うん、ここで来たよ、うん、まあ、その時もひどかったんですよ、もう鬼のひどいのは分かりますけど、ひどい鬼のトレーニングさせられて、でそのマグマのように体もう出来上がっちゃったわけですよ、僕24ですから、仕上がっちゃったって、仕上がってたんですよその時。で一軍でもね、7月からずいぶん投げさせてもらったの、最初は敗戦勝利とかやったり、途中ね終わり頃に何回か先発もさせてもらったんですよ、で7回投げて 1,2 点取られて、で点取らないんで、まあ、負け投手になりました、はい、もうその実績っていうかその評価がね、戸橋さんのおかげなんだよ、それでその周期練習やって、もうお前来年ローテーションだって言った矢先に、はい、トレから何回で追い出されたんです、トレードですね。そう、あの時土橋さんとか張本さんがやっぱ怒ったらしいですもんね、なんであいつを出すんだと、後で聞いたけどね、だからそのしかしその後、まあ僕は一応まあ何回で、はいはい、まあ、野村さんと一緒にやって、はい、まあ、なんとか投げられるピッチャーになったんですけど、もう野村さんが評価だけしてるんですけど、僕はね、そうじゃないですよ、やっぱりその時にやった東映時代のトレーニングが効いてるんですよ、だからもう恩人中の恩人なんですよ僕に言わせれば、そう言っていただけるとね、なんかその、うん、鬼というかね、うん、鬼のそのしごきというか、うん、はい、いやさ、もうね、いろんなエピソードあっておもろかったのはね、東映とね、その後南海の試合でね、後楽園かなんかで僕がパンパンと打たれてね、頭いけて 2,3 発腹いせに通したんですよ、頭の上を、そしたらね、どうせ怒ってね、えやめろってあの調子で、いや僕も、まあ、すんませんみたいなこと言ったんだけど、お前なって、この続きはね、今日お前銀座で俺、たまたまね、行きつけの店が一緒だったんです、なぜか、はい、お前銀座で待ったのかねやろと言われてね、ほんで、いや、来いって呼ばれたなと思って、夜でさ、それで鹿さん行ったらね、いるんですよ、そうですか。って。ほ、はい、れで、昼間すいませんでした、今日は、あ、いいんだよ、やれやれ、それね、で、そこでもう、握手してね、そんなことあったんですよ、そうですか、いや、おじはね、うん、もうね、その時だけですね、
でしょ。もうあと、よっぽどじゃない限り引きずりませんね。うん、ただ、そう嫌いな人は執念深いですよ。うん、あ、そうずっと嫌いですよ。俺ずっと疲れたからね。もう、墓場まで嫌いな人は持ってったと思いますけど。そう思いますよ。だからね、その後、まあ、歴史があって、野球辞めて、僕が辞めた時は、もう、フジテレビのプロ野球ニュースの解説して、はい、で、僕もそこへ入っていて、はい、で、もういつも声かけてくれた、あの人が、うん。で、豊田さんとか他の人はちょっとね、私、ちょっと嫌味言う人が多かった。もう、土橋さんだけは違った。